Well, hello there guys, RyderVM here, and today I will be playing a new Age game, and this game's name is Tears of Tiara. Now, if the name feels or looks familiar to you, this is because this game is the actual original version. Now, if you're an anime fan, you may have seen the anime adaptation of it, but that is actually based on the remake that was released on the consoles, and of course, those versions are clean. This version is the original one, it's released for the PC, and has hentai scene. So anyway, let's start the game. Yeah, let's go normal. いってらっしゃい。私は精一杯の笑顔で村のみんなを送り出しました。今日はキノコ狩りの日なのです。私の占いのせいで出発が大幅に早まってしまいましたけど、みんなもう一緒に行けないのが残念です。これで、よかったですよね。手の中に潜ませた小さな鋼の感触を確かめながら、私は空の向こうにいる父様と母様に呼びかけます。いつもそばにいてくれる兄様は、今は遠くにいて、私はたった一人でした。だから、私は一人で考え、決めなければなりません。村の中はしんと静まり返っています。忍び寄る不安や恐れに押しつぶされぬよう、ピンと背筋を伸ばし東の空を見上げました。心を澄まして、そして私は見つめます。私たち一族の守り星を。それは夜明け前の空にひときわ高く輝き続けるお星様、赤星様と言い伝えで呼ばれる私たち一族の古い古いお友達です。真実を明らかにする厳しく凍える光、誰をも寄せつけない白銀の冴える光は、とても清らかで誇り高く、でもどこか寂しそうで、小さな頃からずっと私はほのかな憧れとかすかな胸の高まりを感じながら、いつまでも眺めていたものでした。そうです、物心ついた頃から星を見るのが好きでした。多分それは生まれつき私に備わっていた不思議な力のせいなのかもしれません。星の流れから明日のお天気や
この先起こることを占ったり、星々、これは魔法よりも珍しい力で、私たちの血筋によく現れるのだと、兄様がとても誇らしそうに話してくれたのを、今でも覚えています。私の力は、日々耕し、家畜を育て、狩りをして暮らしてきた一族にとっては、とても役に立つ力でしたが、同時に、星々がわずかに瞬き、私は、はっと息を呑みました。運命の時が訪れたことを告げています。最後に、私たちの村をもう一度見ました。大好きな兄様と一緒に暮らしてきた村です。思い出が次々と浮かんできて、胸をキュンと締め付けます。とても穏やかだった日々。優しさとぬくもりで満たされた日々。春の日の昼下がり、いつまでもまどろんでいたいような、そんな日々。そのすべてが、かけがえのない宝物です。だけど、私は気づいていました。そんな宝石みたいな時間が、やがて終わってしまうことを。星々が教えてくれる激動と変革の予言は、それが避けられないことをずっとずっと昔から告げていたからです。それを知った時、まだ小さかった私は驚き怯えるだけで、誰にも言えず一人で泣くだけでしたが、でもそんな時、私を励まし力づけてくれたのは、いつだって変わらぬ光で私を照らしてくれた赤星様なのでした。だから、お願いします。どうか、私の願いを聞き届けてください。ずっと見つめ続けてきた、たった一つのお星様に祈ります。この危難を乗り越える強い意志を。何が起ころうとも、恐れず、怯えずに、それを成し遂げる勇気を。また手をぎゅっと、握りしめます。小さくてひんやりとした鋼がそこにあります。皆に訪れる、悲しい運命を、ひそやく私だけで、終わりにしたいのです。だから、どうか、お願いします。赤星様。私は何度も繰り返し祈ります。でもお星様は、とても遠く、高いところにあって、私の声は届きそうにありません。暗闇の向こうから、大きな音が響いてきます。規則正しく地面を踏みしめる音。たくさんの金属が触れ合う音。私の知らない、たくさんの人間がやってきます。途端に小さく震え出す私の体。恥ずかしいくらい臆病で、弱くて、もう泣き出してしまいそうです。こんなにも弱いのに、大それた願いを口にしたと、きっと赤星様も呆れていることでしょう。でも、どんなに怖くても、泣き出したくても、私は、後に引くつもりはありません。どうか、見ていてください。夜空に小さくつぶやくと、やってくる人たちの方を向きました。私は決して逃げないと、退治すると決めたのですから。
我は神聖帝国首席司祭ドルーグ。心して聞くがいい、万族ども。この里はたった今から我らが栄えある帝国の支配下に入った。意義がある者は直ちに進み出るがいい。全ては互いの剣と力によって決定されよう。沈黙か。物分かりの良い奴らだ。隠れている者は出てくるがいい。この里は我が軍団によって完全に囲まれている。もはや逃げ出すことは何人たりともかなわぬ。長はどこか。兵ども何をしている。さっさと蛮族どもを引きずり出せ。逆らう者は耳をそぎ目をくり抜け。ドルーク様、誰もいません。お抜けの殻です。村の周囲にも森の中にも見当たりません。なんだと。よく探せ。そんなはずはない。そこの小娘、仲間はどうした。あの、兄様たちは狩りに出ていて、明後日まで戻りません。知っている。男衆が皆出払っていることはな。貴様らの厄介な戦士団がいないからこそやってきたのだ。そうではない、小娘。残っていた女子供はどうしたと聞いているのだ。その中に貴様ら一族の長がいたはずだ。死にたくなければ正直に答えるがいい。村のみんなは少し前に出かけました。この村には私しかいません。夜明け前の暗闇の中を皆で出かけただと。ふざけるな、小娘。指を一本ずつ切り落としていかねばわからぬようだな。もう一度聞く。村の連中は。お前たちを滑る者はどこだ。嘘じゃありません。村に残っているのは私だけですし、父様が亡くなって以来、この里には一族の長と呼ばれる者はいません。今は兄様が一の戦士として皆をまとめています。いずれ私の夫となる方が一族を滑ることになっていますけど。なんだと。族長の娘と言ったか。ならば貴様のような小娘がエリンに名高い神託の御事でも言うのか。ヘイども、お前たちはよほど舐められているようだぞ。さっさとこいつを殺すがいい。小娘、命が惜しくば悲鳴を上げて潜んでいる村人を呼び出せ。今すぐにな。それは無理です。もうすっかり遠くに行ってしまいました。今日のキノコ狩りの場所はとりわけ離れているんです。こやつまだ言うか。何を笑う。そこに直れ。待て、この娘、何か違う。考えてみれば、我が計画がこのような辺境に漏れるわけなどない。かといって我らが現れてからでは到底逃げる暇などなかったはず。だとしたら本当に出かけたというのか。偶然に。いいな、そうではない。そうであるはずがない。ならば娘、貴様がそうさせたのだな。はい。なるほど。貴様のような小娘の言葉一つで村人たちは皆出かけたか。真夜中であろうと、どんな離れた場所であろうと、村人は貴様の言葉を微塵も疑わず出かけていったということか。すなわちそれが
貴様が強力な力を持つことの一族を滑る血筋であることの証。貴様がそうなのか。予知したのだな、我らが襲来を。精神の動きにより直前に迫った危機を読み取り、とっさに村人を逃がしたのだ。なんと恐るべき力。エリン随一の神託の見事はよく言ったものだ。ついに見つけたぞ。私とこの村に何の用なのですか。父様の代から帝国の方々とは仲良くやってきたはずです。どうしてこのような乱暴なことを。何か占ってほしいのでしたら、このようなことをしなくてもいくらでも。いくら託戦が当たると評判でも、蛮族の巫女風情を帝国司祭が頼ってくると思うか。そんな要件ではないことは、貴様、我らが吸収を交わしたその余地の力、蛮族の娘が持つにしてはあまりにも不釣り合いなその力。我は全てを見通しているぞ。今までよく隠れていたものだな。伝説の古代王国、妖精王プイルの末裔よ。今さら何を驚く。記録にあった通りだ。王国の崩壊後、密かにアルビオン島を離れエリン島にまで逃れていったわけか。まさか尊い王家の血筋を蛮族の群れの中に投じてまで隠していたとはな。数百年を経ても歴史の表へ姿を現すことがなかったのも道理。目したところで隠し通せるものか。震えているではないか。貴様の動揺、怯え、手に取るように伝わってくるわ。お前こそが失われた伝承にあるフィールの隠された血統と呼ばれるものなのだろう。なぜそのようなことまで。我が主の命に従い、妖精どもの塚を掘り起こし、古の王たちの墓を暴いたのよ。そこで我は知った。隠され忘れ去られるままだった古代の伝承を、封印された禁断の秘術を、多くの兵の犠牲と引き換えにな。なんてこと。今や我はこの世界における最大の禁忌すら手中にしている。大いなる最悪、世界を破滅させる秘密、お前はそれを呼び起こす鍵だ。せいぜい役に立ってもらうぞ、小娘。私をどうしようというのですか。生贄だ。我が帝国の予言にある黒き忌まわしき者、この世界に破滅をもたらす魔王を、我は貴様の血で呼び起こす。妖精王の血筋には奴を呼び起こす力があるのだ。ましてやお前のような乙女ならば、忌まわしき者にとっては格好の贄となるだろう。悪しきことをなすために命を捧げようというのですか。そうだ。全ては大いなる最悪を引き起こし、世界の破滅を早めるため。破滅を迎える世界で我が支配者となるため。できません。逆らえると思っているのか、小娘。私には私の意志があります。あなた方から見れば、どんなに弱くてちっぽけに見えても。嫌ならどうするというのだ。私は手の中に隠し持っていた鋼を、刃先を鋭く研いだ小さな矢尻です。
顔を上げ、私を取り囲む者たちを見渡します。目の前の司祭様も、殺気だった兵隊たちも。赤星様、大丈夫です。できます。もう少しだけ顔を上げて、喉をついてしまえばおしまいです。ほう、貴様の考えていることがわかるぞ。手の中に何を隠し持っているのかもな。だがな、すべては無駄だ。貴様がそれの使い方を誤っているせいでな。刃物とは、他者に突きつけ、その恐れと怯えを存分に楽しむもの。なぶることに飽きれば肉を引き裂き、吹き出る熱い血潮を浴びるためにあるものだ。このようにな。兵よ、連れてこい。怖いよ姉様。どうしてこんなところに。暗い夜道ではぐれてしまったようだな。まさか貴様たちの一族だとは思わなかったがな。なんたる巡り合わせ。運命は我に味方している。どうした、ここまでは予見できなかったようだな。諦めるがいい。もはやこれは人知の及ばぬ運命なのだ。お前ほどの力があれば、これが避けられない運命だととうに分かっていたのだろう。無駄だ、覆せぬわ。声にならない悲鳴が上がります。絶望がゆっくりと私を飲み込んでいきます。さあこれからどうする。最後まで運命に抗おうというのならば、その喉を突き。だがな、残された子らは簡単には殺さんぞ。小さくて可愛い手をしている。この指を、枯れ枝を折り取るように一本ずつ折り取っていけ。兵ども、やめてください。どうかお願いです。私は泣きながら握りしめた手から、ゆっくりと、ごめんなさい、ごめんなさい。一人でに言葉が漏れます。私のせいで最悪を招いてしまうとしたら、どれほど謝りの言葉を重ねても許せないけど。全ては貴様次第だ。我が命令に従うのなら、こやつらの命は保証してやろう。貴様自身の代価も一族には支払ってやろう。どうだ。ごめんなさい、私はとても弱いです。何が起ころうとも、私はそうしなければならなかったのに。こんな企みに加担してしまうくらいなら、自ら命を絶たなければならなかったのに。でも私には、ごめんなさい兄様。留守を預かっていたのに大変なことになってしまって、ごめんなさい。こんな妹で、手から力が抜け、矢尻が地面に落ちました。それでよい小娘。我に従うというのなら、心中の証を示すがいい。その名を告げよ小娘。イアンノンです。そんな仮初めの名前など意味を持たぬわ。貴様の力の源、魔力の源たる、死して運命を改変しようとした貴様に意志の自由などくれてやると思うか。名前を差し出した瞬間、貴様の心はいてついて死ぬ。我の言うなりの人形となり、その魂まで我が奴隷となるのだ。生贄として忌まわしき者に貪り食われるその時までな。さあ言うがいい。あなたは、約束、あなた方の神に誓ってこの子たちに手を出さぬと。
我が神聖帝国の名誉にかけて誓ってやろう。そうですか。私は空を見上げました。赤星様、もうここまでみたいです。精一杯頑張ってみたんですけど、私にできることといったらもうお星様を見ることはないでしょう。目を閉じて告げる真実の名を。私の名は、okay, yeah, that intro was terribly wrong. Ah, sorry, terribly long. So, yeah, I feel like... Emerald の書に曰く。 Okay, maybe later. かつて黄金の時代があり、白銀の時代があり、青銅の時代があった。そして、この石鉄の時代、我ら人間の時代も間もなく終わる。鍛え上げられた鋼の剣はもはや鮮血ではなく赤錆で覆われ、朽ちていくだろう。目先の金儲けにしか興味のない元老院の連中にも、愚かな蛮族どもにもわからぬ。輝かしい黄金の時代が遥か昔に滅び去ったように、それは必然なのだ。金から銀、そして銅から鉄、世界は没落しつつある。古代の知恵は失われたまま、取り戻すことすらかなわず、我々が知ることができるのはほんの一端でしかない。だが、そんな我々の拙い予言の技ですら、この世界の終末に君臨する王の名を知ることができた。アローン、それが没落する世界に君臨し破滅をもたらす魔王の名だという。予言はこうも告げた。深淵で死に等しい眠りの中に沈むキャツは、太古の神々が用いたという神儀、再生の大釜によって復活するという。アローンよ、貴様の復活に必要なものは全て揃えた。貴様の棺も、再生の大釜も、強力な魔導士も、神聖な生贄もな。
そうだ、我は元老院の臆病者どもとは違う。多大な犠牲を払ってまで得た再生の釜も貴様の棺も、この目覚めるのだ魔王アロン。我は貴様と取引を望む。没落が必然なればこそ我は貴様を蘇らせよう。我こそが予言を成就させるものとなるのだ。そして共に世界の王となり、腐りつつある世界を貪り喰らい尽くそうではないか。さあディアンノン、お前も願うがいい。出したお前を、恥辱にまみれたお前を、この世から消し去ってくれる存在をな。気分はどうだ。と言ってももはや何も感じぬか。古代王国アルビオンの継承者、妖精王プイルの末裔である巫女、この世界で最も尊い聖女、そうであったのは昔日の話。今となっては我が意のままの奴隷、魂まで支配された非力な小娘に過ぎぬ。どうだ、これから生贄のヤギとなる気分は。生きながら喉を裂かれ臓物を引き出されるのだ。そう、かつての聖女がまるで獣のようにな。これほどの冒涜はあるまい。さあ魔王アロンよ、目覚めよ。冷え切った石棺から這い出てくるがいい。今では操り人形でしかない彼女を我は貴様に捧げよう。さあ没落する世界の手向けにこの白い喉を引き裂き、甘く温かな血をすするがいい。そしてこの私に全てを、世界の王の座を約束するのだ。